平日のお昼間に日本フィルの演奏をサントリーホールでお楽しみいただく、このシリーズがリニューアルいたしました。平日2時のクラシックコンサートで、略して2時クラでございます。ちょっと今時ですね。はい、この2時クラですね、今回から、本番の20分前からですね、オルガンのプレコンサートを行うということで、今日も早速聴いていただきました。記念すべき第1回でございます。トークと笑顔と音楽とをテーマに、私高橋克典が引き続きご案内を務めさせていただき、皆様が自然と笑顔になって心も元気になれる名曲コンサートをお届けいたします。さあ、その第1回第1曲目でございます。日本を代表するバイオリニスト、神尾舞子さんの登場です。Thank you.
Thank you.
素晴らしい演奏ありがとうございました。ありがとうございました。いや素晴らしかったですね皆さん。なんとこの力強い中にもエレガントでとても繊細で、ありがとうございます。あの超絶技巧っていう言葉を聞いちゃうとなんかどうだっていうようなね、なんかそういう曲の作りとかも、あでもだいぶドヤって弾くような曲ではありますね。ありますか、はい、それがあのそう聞こえないっていうのがすごいんだっていうのが裏であの言ってたんですけれども、なんかとてもそのメロディーとしては美しくて、そうですね、あの本当にドヤって弾くときは難しいですけれども、メロディーのところはオペラのように美しいので、はい、そこを楽しんで弾いてます。でもやっぱりあのうわこんなことしてるっていうことがもうどんどん出てきますね随所に。そうですね、あの気を引き締めていかないとすぐに指が置いてかれちゃいます。いやすごい。さあ、いよいよですね、次は何でしたっけ、何でしたっけ、怖い狼が出てくる話かな。怖い狼が出てくるんですね、はい、さあ、続いてはですね、プロコフィエフ作曲ピーターと狼をお送りいたします。さあ、この曲なんですけれども子供のために書かれた曲というふうに伺ったんですが、これどういう経緯なんでしょうか。そうですね、この曲はですね、ロシアの中央児童劇場音楽監督のナターリア・サーツという方が、はい、あの子供向けの、ね、語りが入った音楽を作ってほしいということで、うん、プロコフィエフに依頼して書かれたそういった作品のようです。あ、それまでは子供用の作品というのはなかったんですか。いや、まあ、そうですね、例えばこの曲の前だと子供向けってわけではないですけど、例えばサン・サンスの、 あの動物の謝肉祭とか、はいはい、はこれより前ですし、例えばこの後だと、これの作品の後だとあのブリテン の、 あの青少年のための管弦楽入門とかは、ありますよね。はははだけどやっぱり20世紀になってからじゃないでしょうか。あ、そう、うん、そうか、サン・サンスのあれはまあ動物たちが出てくるけども、いろいろ世の中とか、うん、音楽業界とかいろんなこと皮肉ってたから、うん、風刺が入ってるっていうかね、なんか白鳥しか演奏されたことはなかった。そうです、そうです、ね、生前はオリジナルの白鳥しかもうあのヤバすぎて演奏できなかった、ね、ヤバすぎてですね、はい、っていうことなんですけど。なるほど、じゃあ、はい、ここからその子供のための音楽っていうようなことが始まったという。そうですね、やっぱりあの20世紀に入って子どもたちっていうものがあの小さな大人ではなくてこう子どもっていうふうに認識され始めた、そういう時代だったと思うんですけど、子供も大人と同じでしょと昔はそうでしたね、言われてたんですね、はい、それがやっぱりこう例えば守るべき存在、次世代を担うべき存在っていうのは位置づけになってきたことによって、そういう時代の要請もあってこういう曲が作られたのかなっていうふうにも思います。子どもっていう概念ができたっていうことですかね。そういうことですね。なるほど、面白い話ですね、はい、ありがとうございます、はい、今日は子ども向けっていうよりかはね、なんかこういういろんなことをこう感じてほしいなと思ってこの曲を演奏したいなと思います。わかりました。あの私 YouTube でですね、ちょっと絵本の読み聞かせとかをやってたりとかするんですけども、はい、
今日あの大人の皆さんでね、うん、大人になると誰にも絵本なんか読んでもらえないじゃないですか。なるほど、はい、そうですね。読んであげるばっかりで一生懸命大人になってくるじゃないですか、はい、大人たちも。まあそんな気持ちですね。ちょっと童心を思い出していただいて、うんうんうん、癒されていただけたらなと。素晴らしい。想像してみて、ほら、すごいよ、勝利の行進だ。大勢の村の人たちが大喜びで集まってきてる。ピーターが先頭。2番目はしょぼくれた狼を引っ張ってる狩人たち。さんと猫。あ、しんがりって最後って意味ね。おじいさんは頭をフリフリ、まだ文句を言っています。やれやれ、これでピーターが狼に捕まっていたらどうだったことか。まったく本当に、ああやれやれ。小鳥はみんなの上を飛びながら楽しそうにさえずっています。ほら皆さん、ピーターってなんてすごい子なんでしょう。僕たちが一緒になって何を捕まえたのか見てくださいよ。
おや、何か聞こえますね。あ、耳を澄ましてみて。そうです、狼のお腹の中からアヒルの声がする。そう、狼はあまりに慌てたのでアヒルを生きたまま丸飲みにしていたというわけです。Thank you.